では次のニュースです。先週17日の金曜日、東京の田園調布で75歳の病院理事長と30歳の妻が死亡しているのが見つかりました。無理心中かとも見られているこの事件、45歳離れた夫婦に一体何があったのでしょうか。